がどれぐらいの枝ぶりが好きか、大きな環境変化を与えない。こんにちは、劇花の古谷です。リアルタイムで見てる方はこんばんは、古谷です。今日はね、ゼラニウム、冬の過ごさせ方、過ごし方、そんな感じの冬の Q&A 行ってみたいと思います。YouTube の投稿の方に、こういう投稿があるんですけど、ちょっと見てください。こんな投稿、都内の方に行った時にゼラニウムがね、すごい綺麗に、冬越しされていまして、地植えなんですけど、表参道とかね、あの辺だったんで暖かいじゃないですか。で、ゼラニウムの質問ありますかっていうことで、YouTube の方に投稿してみたところ、結構ですね、たくさん来ましたので、それに対してお答えしたいと思います。なんかものすごくピンポイントのご質問には答えないんですけど、皆さんにとってゼラニウムをね、今現在育てているよっていう皆さんにとって有益なご質問があれば、それに対して答えていきたいと思います。ではいきます。一つ目がね、サリーさん、ありがとうございます。地植えにしているゼラニウムが葉焼けしています。つぼみがついたまま成長が止まっています。生きているのでしょうか。これ一言で言うと分かりません。ただ、冬場のゼラニウムは成長も止まるし、何も起きません。で、お水をあげると枯れますっていう感じなんで、冬はですね、ほぼ僕はあげないかな、枯れてもあげないっていうぐらいお水あげません。あとはポンポコさんからの質問です。ビニール袋1枚かけただけで冬越ししてます。地植えの子は紅葉してますが生きています。外気が何度ぐらいになったらビニール外せばいいのかな。梅が満開で終わりかけぐらいかなっていうご質問なんですけど、凍らなければ外してもいいんですが、ビニールをこうかけてるじゃないですか。むしろ蒸れるパターンってあると思うんですよ。だから風は常に通った方がいいんですね。で、ビニールを外して何が起きるかっていうと、今までこうビニールかけてたからあったかいわけじゃない。あったかいんだけど、あったかい状態になってて、いきなりこうね、外して温度が変わるわけですよね。そうすると環境変化が逆に大きくなっちゃうので、ここで弱りやすいんですよ。だから、もし今やるのであれば、日中が多分今8度とかあると思うんですよね。地植えにできるぐらいだから10度とか多分あると思います。で、最低気温もマイナスにならなくて霜が降りない場所だと思います。憶測ですけど。で、その場合だと昼間だけビニール外して夜だけかける、で、遅霜の心配がなくなったら夜もかけなくていいみたいな雰囲気でいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、すでにですね、地植えにしてあるってことは、地植えでも全然枯れないわけじゃないですか。ビニールかける意味があったのかなっていうのもちょっと疑問点。凍らなかったらビニールも不要だし、昼間は昼間で氷点下になるわけはないので、地植えできる場所なので、ビニールかけなくてもよかったかなっていう。ただいきなり外しちゃうと温度変化で、ショックを受けてしまって環境変化によって枯れ始めるってことがあるんで、そこだけ気をつけてみてください。で、次はあけみさんの質問です。切り戻しするのかどうかというご質問なんですけど、なあね、ゼラニウムって、剪定する時期っていうのがあって、真冬なんですね。で、真冬に剪定するといいよって言われてて、で、春暖かくなって芽吹いてきて、枝数が増えていくっていう感じなんですけど、そもそも剪定するかどうかっていうのって、自分がどれぐらいの枝ぶりが好きかに依存すると思います。どれぐらいの枝ぶりが好きかっていうことね。だから切っても切らなくてもいいんですよ。切らなきゃ枯れちゃうとかってないし、たら枯れちゃうもないじゃないですか。そのゼラニウムをどういう風に仕立てたいかっていう理想があって、初めて切るか切らないか決まるんですね。で、買いたいものがあるからいくら貯金するか決まるじゃないですか。買いたいものがないのに貯金するって別にいらないですよね。使う予定がないから。それと全く同じで、ゼラニウムも目指してる形があるのであれば、それに合わせて剪定とか切り戻しとか必要ですけど、それがないんだったら切らなくていいですっていう感じです。では次の質問いってみたいと思います。ちょっと待ってね、ともよさんからのご質問です。とも
友町さんですね。友町さんからの質問です。いつもとても勉強になる動画をありがとうございます。ありがとうございます。寒冷地に住んでいます。最低気温が何度になれば水をあげ出したり外に出したりが可能でしょうか。いつも何度くらいになったら丸々しましょうとおっしゃられるときは最低気温のことですか、平均気温、最高気温なのか分かりませんでした。真冬でもとても暖かい日があれば日中に時々日光浴させていましたが、これは不要でしたでしょうか。現在カラカラに乾かしていて水あげてません。もみじはゼラニウムさんですが、葉が小さいの1枚しかついていません。生きているのかお亡くなりになっているのかの判断基準を教えてほしいです。例えば水くれしだしてどれぐらいで葉が出てくるよとかが分かれば諦める時なのか、まだまだ粘ってお世話を頑張るのか決めたいです。今土もカラカラなのですが、植え替えてふかふかの土にしてから水くれしだした方が良いのでしょうか。今のままで水くれの場合は植え替え時期も気になります。葉が出だしてから植え替えですか。たくさん質問すいません。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、もみじバゼラニウムね、繊細ですよね。繊細で、まずね、ご質問がまず、寒冷地に住んでいて今室内で越冬させているっていうことなんですけど、何度ぐらいになったら外に出せばいいですかっていうのはお家ごとに違います。お家の中で管理されていてお水をあげていないっていうことであれば、まずその部屋の温度と同じぐらいの外の気温になったら出していいです。じゃあこれ最高なのか最低なのかって話なんですけど、最高気温最低気温の話ですね。お部屋の中の最低気温を上回ったら外に出せます。ただし日差しは圧倒的に外よりも少ないはずなので、日陰から出してくださいっていう感じです。大きな環境変化を与えないっていうのが基本です。だからゼラニウムが生きていける温度かどうかっていうのは冬越しの時にめちゃくちゃ大事なんですけど、出す出さないっていうのは部屋の温度と外の温度が変わらなくなるようにっていう、そこの大きな環境変化を与えないっていうのがめちゃくちゃ大事です。そこ守ってください。そして、もう一つですけども、日中に時々日光浴させてましたが、これは不要でしたでしょうか。これは不要です。環境変化をわざわざ与えてしまうので、葉っぱがどんどん落ちていく方向になったりとか、あとは、部屋の中は仮に15度、外が、10度だとします。これ5度の環境変化なんですね。であとは部屋の中の紫外線が例えば、外に出しているよりも 50% 減った、で外の場合は 100% になるっていうふうに考えると、この 50% の差っていうのもやっぱり環境変化なんですね。そうすると、このゼラニウム自体が、もみじ葉ゼラニウムちゃんが、寝てていいの、起きた方がいいのみたいな感じなんですよ。で、ゼラニウムにとって冬は夜みたいなもんです。人間にとって夜です。夜中の3時頃にいきなり起こされるんですね。起こされて、はい、はい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 、火浴びて火浴びてご飯食べてみたいな感じになるんですよ。夜中の3時に起こされてご飯食べさせられるんですね。で、何時間か経ったらこう部屋の中に入れられて、はい、もう寝ていいから寝ていいからみたいな感じになるわけですよ。それ結構辛くないですか、やられたら。それと全く同じことなんで、あんまりやらない方がいいですね。観葉植物に関しても一緒です。はい、あと水くれしだしてどれぐらいで葉が出てくるよとかっていうのは分かりません。入院して、例えばね、風邪で倒れた人が寝込んでます、何日後に元気になりますかみたいな質問なので、それは人それぞれ違いますなんですよ。でしょ。免疫力が高い人とか体力のある人は早く治るし、体力ない人は治らないですよね、なかなかね。1ヶ月寝込みましたっていうパターンもあれば、3日で治りましたっていうパターンもあるので、それも個体次第っていう感じですね。なので粘ってお世話をするかしないかっていうのも、まあ様子を見てっていう感じになっちゃいます。一言で言うと様子を見てなんですね。個体ごとに違うので一概に言えないっていう感じです。で、もう一つの質問が、植え替えしてから外に出した方がいいのかどうかっていう話なんですけど、植え替えっていうのは、暖かくなってある程度ゼラニウム自体に体力が戻ってからする行為なんですけど、そもそも植え替えのそもそもの、やるかやらないかって決めるのは根っこが詰まってるかどうかですよね。今着ている洋服が
小さくなったら大きな洋服を買うっていうだけの話なので、ゼラニウムにとっても鉢が小さくなってしまったら大きくしてあげるだけですよね。今現在小さくなっているのかどうかっていうだけなので、そこをまあ根っこ見て判断してください。ぎゅうぎゅうだったら植え替える、でもぎゅうぎゅうになっても枯れません。逆に大きすぎる洋服をね、大きすぎる鉢に植え替えた場合、水分過多になって枯れやすくはなります、はい、なので植え替えない方が枯れないっていうのがゼラニウムの特徴だったりします。はい、じゃあ次の質問いきます。東京ベランダーさんから、昨年春に購入した新苗は全て1年間あまり花をつけませんでした。冬越しさせて春には満開を楽しみたいと思います。東京のマンションのベランダです。12月から水やりは控えめにし、1月からは葉が縮れてきたら、しおれてきたら控えめにしてきました。水の控えめにしてきたっていうんですね。で、2月現在つぼみをつけている株もあります。新芽が現れる3月には花芽をつけた茎も全て新芽の上で剪定した方がその後の成長に良いでしょうか。肥料も剪定前後から施してあげようと思っています。正しいのか不安です、ご指導ご指南くださいということなんですけど、これはつぼみが春になってつぼみが上がってたら切った方がいいのかどうか、肥料は剪定後の方がいいのかっていう話ですけど、皆さん、剪定っていうのは髪の毛を切るようなものです。髪の毛を切るようなもので、髪の毛切ってからご飯食べた方がいいのか、ご飯食べてから髪の毛切った方がいいのかっていう話に近いんですね。で、ご飯はそもそもお腹が空いたら食べるもの、髪の毛は伸びすぎたから切るものでしょ。で、伸びすぎたかどうかも人それぞれ違うし、こうお腹が空くかどうかも人それぞれ違いますよね。で、この剪定と肥料っていうのは相関関係がないんですよ。だから別々に考えてください。で、肥料はお腹が空いたらあげるものなので、ゼラニウムのお腹が空くのは生育適温になってからです、なので新芽が動き始めたら肥料はあげれますよっていう感じです。で、東京のベランダだと気温は比較的高いんですね。高いって言っても最低気温が高いだけで、最高気温は埼玉も、神奈川も群馬もあんまり変わんないです。なので、3月下旬以降ですね、お彼岸明けで温度がある程度安定してきた頃が、生育がしっかり活発になってくるので肥料をあげられるって感じですね。あげられるっていう感じです。生育するときに肥料をあげるものです。生育してなかったら肥料をあげなくていいです。ご飯なんで。で、剪定ですけども、つぼみが上がってきたものを切る必要は特にないです。切っても切らなくてもいいっていう感じですね。真冬でもカリオペなんかは雪が降ってても花咲くんで、咲きたかったら咲かせてあげればいいし、咲きたくないなら咲かなくていいよっていう感じです。ちなみに僕は冬場は肥料もあげなければ、剪定はまあ2月頃バサバサって切っちゃいますけど、切っても切らなくてもいいですっていう感じですね。好きなようにしてみてください。そんなにやわな植物じゃないです。放置で育ちます。次の質問いきます。小雪さんからですね。こんばんは。ゼラニウム嬉しいです。困っていました。18度程度の窓際の室内で育てています。ほぼ乾燥気味に育てていますが、元気がなく葉もほとんどありません。水やりも肥料も少なすぎるからでしょうか。去年春に買った時は葉がたくさんあったのに、今は枝に小さな葉が少しついている状態です。葉を元気いっぱいに増やしたいですということなんですけど、冬はそんなもんです。暖かくなって、さっき言った通り外に出してお水をあげ始めたら葉が茂ってきますっていう感じですね。冬はね、氷点下にならなかったら外出しっぱなしでカッカラにしといて、水も一切あげなくていいです。もう2ヶ月ぐらいあげなくていいです。葉っぱ枯れますけどまた出てくるんで、その方がよっぽど冬越しはしやすい。お水をあげると冬越しが難しくなりますので、3月の、20日とか、末ぐらいまでは気温がね、こう三寒四温になるじゃないですか。で、安定しない時に水をあげて芽を覚まさせちゃうと、結果ゼラニウムにとってどうしていいか分かんないみたいな、寝た方がいいの起きた方がいいのみたいな感じで寝たり起きたりがこうなっちゃうんで、あんまよろしくないんですよね。なので安定するまで放置っていう、放置がいいですね。あとよくあるのが、ゆりゆりさんからの質問です。ハーブゼラニウムです。地植えで下葉が枯れ込んできてます。上の方は元気です。大丈夫でしょうか。
上の方が元気なら大丈夫です。まあ下はもう生えてこないかもしれないけど大丈夫です。大丈夫か大丈夫じゃないかって言ったら大丈夫ですっていう感じですね。他の方も結構多いと思うんですけど、下が枯れちゃって木質化して上の方ばっかり、葉がつきます、どうしたらいいでしょうかっていうふうに言うんですけど、これ植物の特性なんで仕方ないんです。お父さんハゲてきちゃったんですけど、また生えてきますかみたいな話なんですよ。でこれ生えてきたらノーベル賞なんで、しょうがないんです。もう下葉が枯れて木質化しちゃったのはもうハゲちゃったものだと思ってくださいね。なのでカツラっていう偽物の毛をねこう乗せるかするしかないので、その場合は下の方に偽物の葉っぱをつけて雰囲気だけこういい感じにするしかないんですね、なので生えてこないことの方が多いので、それはもう諦めましょう。その人のそのゼラニウムの個性だと思っていただければと思います。質問がめっちゃたくさんあるんですけど、皆さんにとって有益そうなものを選んでいきますので、あとさっき答えたのでいけるやつは、そのままスルーしちゃいます。あと、結構多いのが水をいつ頃からあげ始めたらいいですかっていう質問が多いんで、最後にこれを、まとめて終わりにしたいと思います。水やりは気温が安定したらです。で気温が安定するのはお彼岸以降なので、まあ、4月とかねそれぐらいなんですよ。ただお水をの上げ始めにカッカーになってるじゃないですか。いきなりたっぷり上げちゃうと今度水を吸い切れなくなってしまうので、3月の、半ばぐらいから、上からね、そうね、3センチから5センチが湿ればいいやぐらいの水の量を与えてください。でまたしっかり乾いたら次は5センチ、次は6センチって増やしていくようにしてください。多分ね週に1回とか5日に1回ぐらいのペースになってくると思います。シャバ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 ってあげるとね。で4月ぐらいにしっかりとあったかくなってきて、ゼラニウムの新芽が吹いてきたりとか、つぼみが上がってきたりとか、なんかこう元気になってきたなと思ったらたっぷり与えて大丈夫です。そのような形で徐々に徐々に起こしてあげてください。いきなりこう揺すられてね、起きた起きて、はいご飯食べてね、びっくりするでしょ、もうドキドキしちゃうでしょ、そんなんね。なのでゆっくりゆっくり、朝ですよ朝ですよ春が来たよみたいな感じでゆっくりゆっくり2週間から3週間かけて起こしていくつもりで優しく接してあげてください。ということで、今日の動画面白かった、役に立ったということならば高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。肥料、そしてこれからね、ゼラニウムが目を覚ましてくると虫も出始めます。アブラムシ出てきますね。そういう時にはもうイモコロっていうことで、イモコロとかね、使っていただいてやっていただければと思います。もう全部ね、これ天然成分なんで、概要欄の方にね、リンクとかも貼ってあるんで、興味のある方は見てみてください。今日の動画はこれぐらいにしたいと思います。またお会いしましょう。さよなら。